井上陽水、拍手。初めて口紅で唇犬に走れよ、気づかせる大人びた世界、明石から覗き込む星たちと月に物受けで眼差しの誘惑に眠る、メイクアップシャドウに皆さん気持ち悪いですか？お送りしました井上陽水でした。どうもありがとうございます。さあじゃあどんどんいきましょうかね。じゃあニューミュージックの、ね、曲をねどんどんいってみたいと思いますが、続きましてはですね、まあ、ちょっとほとぼりが冷めてるんでね大丈夫だと思いますけれどもね、やっても大丈夫ですかね。牧原紀之ということでございます。大丈夫といるの。これ雷だね。行きますか。めっちゃ狭いよ。ショートカットがあるぞ。やばい。雷さん。つってさ。やっちが光り出してます。お城と雷の写真を撮りたくてずっと構えてます。土砂降り間もなくかな。いや30分ほどで止むみたいですね。
取れた取れた取れた、すごいよね。そうだね、後ろに綺麗に字が来るようになってる。どちらのお侍さんですか？かっこいいじゃん。お、欲しい。マジか。すごいな。なんか氷みたいのがパチパチって言わなかった？すげえぞ。ちょっと見せてくれよ、その日本刀。日本刀でやんできちゃうんでしょ。いや、これはもうずっと使うよ、車に乗せて。車専用にするよ。結構いいじゃん、そのつかもリアルだよね。OK、行きましょう。弱く。ショートカット。ぐちょぐちょです。ショートカット、いいよ、どうぞ。それ俺たちは回るよ。そっちの方が厳しいんじゃねえの。うっ、 あやっと降りてきた。寒い。いつになく弱気じゃないですか。高い。足が？足が。ちょっとこれオーバーやばくない？これ。大丈夫？ここ。うお。これさっき溢れたんじゃないの？いやいや。またさっきとは違ってね、ちょっと明かりがついて。魚いるね。いやでも素敵だねこれ。夜暗くなったらもっとあれじゃない、雰囲気がね。すごいいい雰囲気だよこれ。冷てえな。うわ、戻ってきた。ブンちゃん用に窓開けっぱなしでした。大丈夫かな。
上八幡の地元スーパーバロー、どうも靴の嫁嬢です。いっぱい買った、よし、買い出しも OK。 じゃあね、近くの温泉行きますよ。ここはね、駅と一緒になってる珍しい温泉です。行ってみましょう。食いかけだけど、せっかつうどん、チャーハン、唐揚げ、カレー、コロッケ。遅くなっちゃうんで、今日はこのまま食べて、下普通に買います。ここキャンプ、よろしくお願いします。今回は岐阜です。岐阜県来ましたね。はい、行きました。ほい、岐阜県制覇です。